店舗用は、岡山県備前市伊部にある備前焼の上り窯と、備前市指定文化財。備前焼は大量生産の必要性から、室町時代後期より大窯が蓄養されていた。江戸時代、備前焼は、岡山藩の管理下に置かれた。江戸時代中期以降、各地で陶磁器が焼かれるようになり、備前焼の販売は、次第に減少し大量生産の必要性がなくなった。 日数と大量の焚き木を必要とする大釜は経費がかかる上、藩の保護も減少したため、効率の良い小型の釜が求められるようになった。江戸時代前期の遠方年間にはすでに藩に小型用の蓄用を要請していたが認められていなかった。江戸時代後期の天保年間になってようやく小型で、効率の良い融通用が3カ所に築かれた。この融通用は、 当時の京焼の窯を模した典型的な上り窯であり、大きなトンネル構造の大釜とは違い、小さい室を並べた構造となっている。大釜では焼成までに35日程度用していたが、この窯では十数日で焼成できたため大幅な、時間短縮と効率化が図れた。店舗用は、この三カ所の窯のうちの一つで、不老山の麓、北大窯との下方にある。 天保3年頃に蓄養された。蓄養当初は5室であったが改修、補修を繰り返して、最終的には7室にまでなり、昭和15年頃まで使用された。蓄養された、融通用のうち残っているのはこの釜のみである。昭和46年10月6日に、備前市の文化財に指定された。この釜の保護を目的に、昭和53年に、岡山県備前焼、 唐友会を中心に保護屋根が取り付けられた。しかし、乾燥崩壊が進行したため、再び備前焼、唐友会が中心となり、岡山県郷土文化財団の女性により、昭和60年に合成樹脂による保護工事が行われた。ありがとうございます。